ただやび古文共通テスト分析。この時間は僕は桜つかさがお送りいたします。さあ、共通テストの分析講座になります。まあ、まずは、高3生の皆さん、そして、えー、ね、卒生の皆さん、試験お疲れ様でした。今年は大波乱のテストでしたね。ね。まあ、例にもれず、実は古文、漢文もですね、まあ、多少なりとも影響を受けているようです。 特に古文ですね、著しくこうできなかった人多かったと思います。で、原因考えた時にね、なんだろうって思ったんですけど、まあ一つはですね、まあいわゆる防線部がなくなった問題が増えたわけだよね。今までは防線部があったので、まあよくね。 まあ僕結構ずっと批判的に言っているんだけど、防戦部の直前直後一生懸命読めて、まあいいんで確かに合ってるんだけど、うーん、なんかその思考の仕方って非常に短絡的だよね。うんっていうのに慣れきっちゃってる人はやっぱり、えー、今日みたいな問題は無理だろうと。ね、えー。今年みたいな問題は無理かなと思います。で、この今講座の中でね、 まあ、まるまる一台使って解説してもいいんですが、まあ、ほとんどの人は、あ来年受けるってことは、まあ、ほぼないね。あもちろん、高1と高2の人は受けるから、意義のある講座にはなるとは思うんだけど、今、僕が大切にしたいのは、あこの2022年ですかの2月3月に試験を迎える、 あなたがどうなるかの方が心配なので、なので、えー、今日はこの共通テストの問題を使ってですね、いわゆる国公立二次試験や、および私立大学の時にね、えー、使えるような目線っていうところを簡単に確認をしていきたいなと思います。まあ一応、そうは言っても、全体外観だけね、えー、説明はしていきたいと思います。 ぜひですね、えー、共通テストを手元にある人はそれをね、えー、見てください。で、および僕の方で、えー、概要欄の方に、えー、テキストを用意しておきましたので、それはそれでまたあープリントアウトしていただいてですね、今日問題を補充問題として、えー、3問ほど用意しましたので、ぜひそちらを解いてからね、えー、この講座を見てもらえたらなと思います。で、問いの1番です。あ、これは普通に共通テストの方ね。 は、まあ、いつも通りの解釈問題ですので、で、こういった解釈問題はね、単語だけ見ててもしょうがないんだよね。いわゆる文法の、ね、中で、訳質が大事なもののチェックも必要になってくるので、それがしっかりできたかどうかが問われた問題かなと。で、問いの2番の形式が、あまあ、苦手な人多いですよねと。ただ、一応僕も共通テスト対策のコン講座 の中でね、まあアプローチのかけ方はしていたので、例えば、えっいの2番お手元にある人は、まあ真っ先に確認したいのは、丸の2番のアリケムのケ,ケムが過去水量で合ってますかってことと、闇ナムの無が意思で合ってますか あとは、5番の開かず口吉が不満で残念だという役で合ってるんですかってところを確認ね、していくことが優先的になったと思うんです。なので、まあ、それ考えると、4番は絶対ないと。無の下はだったから、意師が来ることはないからね。なので、まあ、4番はもう速攻切ってもらって、で、5番と2番は間違ってないよねってなると、じゃあ、1、2、3、5を読解勝負しなきゃいけなくなるんだよね。ここが、 あ,あ一つミソだったと。だから、文法問題が消えたようなんだけど、ちゃんとは聞いてるのよ。でちゃんと聞いてるからこそ、それをクリアした先は、どっかいなんだっていう意識が欲しいので、それができなかった人はなかなかしんどかったかなと思います。で、問いの3番は、汗地にまめ立ちてのたまえ場とあるが、因の言動についてってなってて、 あのー、これ、撮影してるのが共通テストから3日後ぐらいなんだけど、あこの間にもあ様々な人が、こう、好評とかね、解説動画出してるのも僕も拝見したんですが、まあ、結構な人が言ってるのが、豆立つっていうのが、これ誠実だ、真面目だっていう単語だから、これで3に飛びついちゃうんだよねっていう解説の人多かったんですけど、うんとですね、そもそもセンター試験の時代からですね、その防線部の役をそのまま回答に使って、 っっってててていいう問題ってほとんんんんどど出てななだだよねいやもちろんヒントにはなってるんだけどそうじゃなくて、もうちょいアプローチの仕方は違ったと思うので、例えばもうこれでああいう豆系があるから3番って言ってる人は、ええー、そうやって今まで共通テスト解いてきたセンター試験の過去もってそうやって解いてたって感じなので、うん。まあこれもね、また、あどっかいい時期が来たら、あこの辺についての解説もぜひしていきたいと思うんですが、まあそもそもこれは、 そんなところを見てる場合じゃないっていうね、問題なのでって感じですかね。で、えー、結構な人がやられたのが問いの4番だよね。まあ、いわゆる教師と生徒のやりとりでっていう問題なんですが、まあ、詰まるところこれは X も Y も、Z も内容合致をしなさいって問題ですので、形式は変われとね、えー、所詮は内容合致ですからしっかり内容を取るんだけど、ちょっとこれはね、先に言っておきます。えー、っと、ちょっと引きするね。 国公立や私立でこれから入試迎える人はここからの話は軽く聞いてればいい。で、高校1年生や2年生。要はこれから共通テストを受けるっていう人はなんとなく気に留めておいてほしいんだけど、あのね、これ共通テストのきっとスタンダードになると思うんだけど、これしっかり説問、あの、見てもらうと、あの、用意してね。 よし、見てもらうと、これ、生と B が、確かに、陰の様子なんかもそうかも、文章2ではどう,こうどうこうとで、えー、生と C、他に2条のコメントが多いところも特徴的だよね。文章2のどうこうこどうこうっていうふうになってて、これね。結局のところ、X は、文章2の中で、陰の様子を拾って内容合致しなさいって問題だし、Y は、 文章2の2条さん。これ作者でね。作者の、うん、行動をちゃんと拾いなさいよ。心情を拾いなさいよって問題で、これ、せっかく僕、ただいの先生なので、ただいの先生に合わせるとしたら、英語の吉武先生がおっしゃってる、いわゆるスキャニングとか、あとはスキミングっていう、それに近いような発想があきっと必要になるはずなのよ。要は、文章2の中で、 インってどこで何してるっていうところをパッ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 パとしっかりできるかどうか、スキャンできるかどうか。同じように、えー、文章2の中で、あ、ここ作者2条出てきたよってなった時に、ここに2条のコメントがあって、心情こうで、行動こうでっていう、この2人に注目するってことが大事になってくるのね。今日文章2さ、西宮ちゃんも出てくるよね。もちろん、西宮ちゃんも大事なんだけど、 この X と Y が通ってきてるのは、インと2乗にフォーカス当てて読みなさいって問題なので、それができたかどうかが影響してくるのよ。もちろん、読解力がついてれば、そんなことやらなくても解けるっちゃ解けると思うのよ。ただね、うんこういう問題が主流になるんだとしたら、これ共通テストの1回目もそうだったんだけどね。うん、あの、防線部なしで、 特定の人物に注目させるような問題っていうのがあったので、まあ、それはね、じゃあ、英語でそういうスキャンとかね、スキミングとかそういう話があるなら、じゃあ同じようにやってみようよって感じ <laughs> 僕としてはね。うん。なので、まあ、これは、ある意味僕にとっては、あ絶好の問題かなと、まあ、要は、ただ呼びにとってはね。 君にとってはあ、絶好の問題の形式になったなと。なので、まあ、今年1年間でね、そういうような話もどっかでね、えー、できたらなと思います。ただ、これ共通テスト。正直。これが共通テストっぽいねって感じなので、えー、英語も一緒でしょあなんか共通テストだなとかね。数学も一緒だったでしょうわ、共通テストだなっていう感じだったと思うので、まあ、国立や私立の人はあんまり気にしなくてもね、良かったかなと思います。 はい。で、えっ、ー、と、今日は使いたいのはですね、その中でも、えー、問いの1番の単語と文法の問題と、あとは問いの2番の中で少し選択肢を吟味したいものがあるので、その2つを確認していきたいなと思います。はい、じゃあ、電子黒板 はい。では、問いの一番の問題です。防線部あうの解釈としてって問題ですよね。で、ちょっと先にカッコの意とカッコのウを片付けたいと思います。カッコの意に関しては、これ、ねブっていう単語が問われていて、えー、ネブはですね、イメージ大事、成長するです。で、そのネブに、整うっていう言葉がくっついた複合語になるとね、えー、成長して容姿が大人びるとか、成熟するなんていうふうに訳します。まあ、要は、 ねぶが成長するので、成長して整いましたっていうね、えー、そういう単語なんだっていうふうに捉えてあげるといいので、まあこれは割かし選択肢さばきやすかったかなと思います。で、あと、大方は、後ろに打ち消し語が来れば、こうの口になって、少しも全く消して全然ないって役になるけど、あ今回の場合は、後ろに打ち消し表現出てないので、その場合の大方っていうのは、イメージ、大体とか普通なんていうね、 えー、そういったイメージの単語になるので、このイメージをしっかりね、捉えることが大事です。もちろん特定の役を覚えてる人はそれでもいいんだけど、古文単語はイメージで捉えておくべきものと、しっかり役まで押さえるものっていう、このうまく線引きが必要なのね。それは単語帳に書いてあるものもあれば、なかなか単語帳に書いてないからこそ、僕の授業とかをうまくね、活用して、あ、この単語ってこうやって覚えておけばいいんだっていうね、そういうフックはあ考えてほしいんだけどね。はい、なので、この、いとうに関しては、 はい。いは、成長して、整ったっていう、そのニュアンスが欲しいので、回答は2番。で、うは、大方なる、後ろに打ち消し表現ないから、大体とか、普通とか、一般的みたいな、そういうニュアンスになるので、回答は3番。ありふれたっていうね、えー、意味を出せばいいと。で、扱、えー、いたいのがですね、これです。あの、まどろまれ、たます。でね。 これ、マドロムっていう単語知ってれば、もうその時点でパッと回答は出せるんだ。だけど、そうじゃなくて、もしマドロム知らなかった人は、後ろのレ、たまわずの部分で十分役は出せるよね。はい。っていうのは、このレ、たまわずの部分は、上の音が、あの音になっている、レが出てきているので、これは、受け身、尊敬、自発可能の助動詞ってやつだよね。で、 その上、下にいる、この玉はは、余談活用になっている以上は、尊敬語になりますってことが分かればいい。まあ当然、あとは、上に動詞とかが乗っかっているものは、その時の敬語は、補助動詞って言うからね。尊敬語の補助動詞は、原則、を何々になるとか、〜何々なさるって役が定番でしょ。もちろん、いらっしゃるって訳すこともあるけどね。 で、あとは、じゃあ、この例を何の意味にしますかって話は、この講座。でも、直前期にね、やっていたし、えー、まあ一応、皆さんのテキストの方にも、えー、24ページですか投資番号として24ページに載っけておきましたが、この知識使えば解けそうでしょはい、それが、ルーダルの意味判定は、下に打ち消しがあると可能になるっていうのがね、えこれが決まってましたよね。ちなみに、こっちも使えたね。 レタモーラレタモーになって、下にタモーとかが出てきた場合は、絶対尊敬ではないっていうのが決まるので、まあ、こことうまくセットでね、尊敬じゃない上に、今日玉はずって打ち消しがあったので、可能になるってことを考えると、なんか、まどろむことがお出きにならなくなったとか、 ね、えー、尊敬語の役と、できないっていう、その役二つを出せばいいってことが分かるわけです。はい、選択肢。はい、すると、その二つの役がちゃんと出てるのは、ってなると、お、何々になる、できないって形で、尊敬語の補助同士の役と、できないというね、れが可能になって図で打ち消した形になるので、回答は2番という風にいけるわけです。 他のものだと、ね、可能の意味出てないでしょというふうに、こういうふうにね、今までは、センター試験は問いの2番でザ・文法問題を聞いてきたんだけど、共通テストは、この問いの1番の中に文法的な要素を入れてきたりするので、だから、いわゆる文法の勉強って、こう、いわゆる4択でね、この例の意味何ですかを問うものとか、 あこのなりの意味なんですかっていうものも大事なんだけど、基本的にはね、大事なんだけど、結局共通テストになると、あ、これってあれ聞いたなっていう、その、パッと頭の中で変換できるかどうかってことが大事になってくるので、しっかり、えー、特に高校2年生、1年生に関しては、なんていうかな、あ通り一辺倒の、 古文文法の勉強例えばあ、このるの意味何受け身尊敬自発可能ですっていう、これを唱えることを考えるんじゃなくて、どういう場面でこの形は出やすいので、訳すときはどうなるのっていうところをね、しっかり、えー、勉強できるようなね、えー、そういった古文文法の勉強を心がけてほしいなと思います。でね、先生、あの、僕、マドロムって単語知りませんでしたって人いるかもしれないのよ。 で、まあ、今日は、その、まどろむっていう単語知らなくても、解けたは解けたでしょだこれはこれでいいんだけど、いいんだけど、あのね、まどろむって単語って僕、古文単語で接するよりも、どっちかっていうと、現代語で使うような単語だなって思うのよ。まどろむって、うとうと眠るとかっていうふうに訳すんだけどこう、まどろみの時間とかね、ええ、もうみんなのこう朝の時間のと一緒ですよ。こう うとうとこうしちゃうよね。あの時間。ああ、それがマドロムなんだけど、これ普通に現代語でも使うんだよね。なので、これね、マドロムっていう単語をもしかしたらみんな知らなかったかもしれないっていうけど、一応調べてみましたわ。えっと、例えば、私立大学とか、あとは女子大とかで小説出す大学あるよね。で、出てる普通に本文中に。マドロンでいるって。 ここ5年以内にね。なのであ、もちろん問題にはなってはなかったんだけど、出てます。あとは、このマドロムっていうのをちょっとこう比喩的に使った場合になるとね、実は評論文でも出てくる。うん。 ヨーロッパがまどろみの時代を迎えていたみたいになって使って評論の中で使うこともある例えば中央大学の現代文の中でもあることを確認しました。あとは、えっ、ー、とね、関西学院かなあの問題とか、立命館とかでも確認しましたので、えあります。なので、もちろん古文単語としてもうとうと眠るを覚えてほしいんだけど、まどろむはね、普通に現代語でも出てくるような単語だから知ってなきゃダメだと思うよ。 で、知らなかった人はもうしょうがないじゃない。だからここなんだよ。結局のところ、語彙の学習って、しっかり学んでる人にとっては、全然別に古文単語じゃないじゃんって思えるんだけど、こう、例えば小説をないがしろにして、あんまり対策してないとかね。あるいは、あ評論文の中で出てきた単語を、なんかいつも流す。とかね。いや、もちろん、 演習問題として解いてる時はいいけど、終わった後にあの単語って何だったっけってちゃんと調べてる癖あるみんな。ってことなのよ。ね。語彙の問題がなかったとしても、皆さんは様々な文章と出会った時に知らない言葉に出会ったらちゃんと調べる癖つけなきゃ。ね。ねえ。それが引いてはこういうところでうまく生きてくるわけだから。まあ、ちなみに、これコブの講座だけど、今年さ、 評論の漢字の問題が変わったよね。ねあれって、すごい漢文的じゃないつまり、与えるっていう字が、こう、何か関与するって意味なのか、本当に与えるの意味でっていう、その差って、あれ漢文だよね。世襲の背の字がね。 世の中なのかとか、代々なのかっていうのも、いわゆる漢字的な勉強ですので、なので、まあ特に高校2年生、1年生ではですね、学校で漢字テストとかあるでしょう、小テストとかね。あれね、ちゃんと大事にしな。なんかその場で、いやー、いやー、とりあえず満点取って、なんとか小テストは免れようじゃなくて、いや、もうちょいちゃんと漢字と語彙の勉強はした方がいい。で、ここ数年で漢字と語彙の 素晴らしい問題集、たくさん出てんだよ。ここ数年。ね。なので、あ評論とか、こう、現代文の先生方が、その辺はかなり力入れてくれているので、ぜひね、そういうものを手にしてもらって、しっかり語彙の勉強もね、してもらいたいなと思います。でですね、まあ、せっかくなので、僕今、マドルームやりましたから、これで演習問題やってみましょう。はい、補充の一番です。防線部を現代語訳しなさいです。ね。 もう全く同じ形だね。上の音がまどろまーってあの音ですから、この例は受け身尊敬自発可能の助動詞のる。下に図という打ち消し語がいますので、この例は可能。下の図が打ち消しになって、何々することができないになるんだね。で、先頭にいるつゆは、ハ、は、イ、い、チェック。これは、打ち消し語とセットになって、いわゆる、高王の副詞ってやつだよね。 訳すときは、少しも全く決して全然ないっていう風に訳すのが定番。はい。従って、つゆまどろまれず、回答は、少しも全く決して全然、どれか使ってもらって、うとうと眠ることができない。もしくは、眠ることができないが正解ですと。ね。こういう風に、 国立や私立、国公立、私立では、しっかり問題として出てきますので、そのあたりもね、カバーしてもらいたいなと思います。だからそういう意味で言うと、文系性は絶対できてて欲しい問題だったわけね。はい。とりあえずまず問いの1番、5位と文法のね、話をしてみました。次のチャプターで問いの2番についての説明を入れていきたいなと思います。 本日の授業はいかがだったでしょうかテキストには復習用もついてます。復習用に関しては必ず僕の授業を再現するように復習してくださいね。どのタイミングでどの知識を使ったのか、どう読み解いたのかを必ず僕を思い出すように必ず復習をしてください。